はい、えー。時刻は午後2時になりました。未来効果ステーション、始まります。 はい、始まりました。未来交換ス・テーション。私、MC のまきです。ワンコです。はい。今回はこの二人で。いや、今回もかな。今回も。<laughs> あれ先週もじゃなかったっけ先週は俺がサボ、休んだ。サボ、お前。<laughs> <laughs> 靴買いに行ってた。靴ってか衣いい服うん、まあ、そうだったっけてか先週やったっけ <laughs> え、先週やってないのいもう覚えてないぞ。<laughs> やってないのかわかんないけどい。<laughs> とりあえず、あれだ。うん。 あのー、先週のことは思い出さないっていうことが俺は分かったねあ思い出せない、うん、普通にライカムで迷子やってた迷子あの服,服ってのどこだ靴ってのどこだって走り回ってたいや服ってのどこだ靴ってのどこだっていう前にマップ見ろよお前マップ見てもあのメンズの靴売ってるところは見つからなかった、うん、とりあえず靴は靴屋をあの移動しまくれば分かるそれで4階から1階まで全部回ってた 6回ぐらい <laughs> マジかよあの探してる靴がスニーカーとかじゃなくてあのブーツつま先が硬いやつを探してたんだよね俺なんであのなんかああいう靴欲しいなと思って <laughs> あのシークレットブーツ的なえあ何背を高くしたいなとはうん背高くしたいよ160しかねえんだ俺 いやまあ結構平均的じゃ平均的だからいいんじゃない平均70だろ。<laughs> いや68ぐらいだけど。68, 68、67ぐらい。ちおいち,ょちょうど60なんだ <laughs> マジかえ。10センチも違うの、俺と。うん、10センチも違うよ。お <laughs> ら。これはこれで意外だった。だいたい毎回ゆ、ね、あのワンコと同じぐらいかなって、まあ、距離取ってるからかな、少し。うん、少し距離があるからだろ。<laughs> しょうがないねそれはねはいはい。はい、じゃあメアドを読むかおうほいじゃじゃはい、えー、メールアドレスは761アットマーク fmcoz.jp 761アットマーク fmcoz.jp ですはい、はい、送ってきてくださいはいどんどん送ってきてくださいね <laughs> ふ<う>はい なんかね、昨日から喉が痛いんですよ <laughs> 昨日は、校内陸上でしたね。そうだ、ね、あの一昨日は結構雨降ってて、うん、もしかしたら昨日の校内陸上がなくなるかもっていう状態だったんだけど、うん、なんとか晴れましたね、晴れたっつうか、2個強え、<laughs> むしろ暑かった、<laughs> 日差しが痛かった、あの待機してるときは腕が焼けるって思いながら。<laughs> いざフィールドに出ると足が焼ける <laughs> いいんじゃないあのこっちはあの腕が焼ける足が焼けるの前にまず1回全体朝集まったじゃない、うん、なんか開会式宣言とかあってああでその後すぐ 100m の受付あったのね<ー>受付し終わって、うん、あのすぐ隣にテントあるんだけど、うん、あのそこではまたあのなんな係の人が説明してるわけですよああ、うん、集まって。 聞いてるわけですよその間、うん、俺らうちはうちな、えっと、受付の終わった選手、待機、うん、ですよ、外で。暑 <laughs> い中、俺も待機だったよ、日光の下、うん、俺も日光の下、<laughs> <laughs> あの砲丸投げのとこもテントがなくて、各自自由に練習してって感じだったわけ、受付終わったら、まあ、それいいいんじゃないでも、大抵3年とか保管額が6キロのやつ使ってて。 残ってんの4キロぐらいしかないわけ <laughs> 4キロで練習してもなと思って <laughs> まああれだよねあの2キロ差で結構な距離出るからねうんあの6キロ持った後に4キロ持ったらんだこの軽いもの <laughs> <laughs> あるあるだからねしょうがないねそれはそれに周りの人達がみんな太ましい体格で太ましい <laughs> <laughs> あのなんか俺から見たらななんだこの壁はみたいな <laughs> <laughs> でもうすごいのが2年7組と3年1組かな、うん、覚えてんのは、うん、が普通の顔して1 0ル飛ばしてた <laughs> え何あの涼しい顔で1 0ーター6六キロ投げたの、うん、6キロの鉄球を10メート、うん、1 0ルでその次に俺が4メートルにも満たない記録を <laughs> まあまあまあ、まあ、あの8組は結構ね非力な方多いからしょうがないよね、うん、ふうはいもう俺俺4キロのやつでいいんじゃないかと思ってた <laughs> あの時 <laughs> いやまあじゃそれダメだよ女子は4キロ男子は6キロっていう、うん、ねこのおまけだからおまけ <laughs> おまけだからしょうがないよ今の筋肉女子と大差ねえ気がするんだ俺 <laughs> いや、図紙量あるんじゃないないよ。いや、あるでしょう。まあ、後がちょうど来るらしいし、その時試してみればいいか。腕相撲腕相撲。<laughs> この辺で。マイクマイク、少しどかせば大丈夫じゃんまんね。いやー、校内陸上はね、つらかったね、意外と。うん、楽しかった。えー、あれだ、100メートルは、なんだっけ、あの、スタートするときに機械あるじゃん。うん スターターみたいなそうそうそうあれね相変わらず使いにくいああない方がいい <laughs> ただあれないとあの、うん、ねバラバラになるじゃん性能がみんな,、うん、なん均一になるようにってなるんだろうけど、うん、使ったら使ったで加速できねえ <laughs> な自分に合わせんの大変そうだよねあれ合わせんの大変っていうよりも合わない合わない <laughs> 俺の走るスタイル自体が合わない、うん、ああ俺大体走る時あの後あの片足をちょうど体の膝を胸につけて、うん、あの極力低い姿勢のまま走るんだけどああその時、うん、あのもう片方の足はすんげえ後ろにあるのねああれかフェ,イフェイトステイナイトのランサナの,の大体そんな感じあ,あれで、ね、走ってるから あのバネの違いがすごいわけさあ,あ <laughs> いやもうねあれになれるとスターターの意味がないあのスターターをもっとでかくしないといけないねあれだとっていうかなくていい <laughs> 片方 <laughs> 片方ない <laughs> あの片方両方足のするところがあるんだけどさ、うん、それで こうガチャガチャいじって、うん、で角度も好きに自分合わせてやるんだけど、うん、片方をなくそうかなって思い始めて <laughs> 片方取り外す、うん、片方取り外していいかな <laughs> と思ったけど、うん、なんか後で言われそうだから <laughs> 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 うとこってとりあえずこのこのこの大体この角度かなってガチャガチャやりつつもういいですか、うん、って言われてはあいいってやってた <laughs> ああで結果は4位くらいだねああすごいね加速しきれなかった と砲丸だけでえっと48クラス33パー24クラスか、うん、24クラス中24位だった <laughs> <laughs> まあまあいいんじゃないあのこっちは一応4位にはなったけど決勝に出れるのが3位からうんうん2位まであ2位とタイムあのタイムの良かった人、うん、2>, 2人俺はまあ12秒台ぐらいだろうからいいかなってなってたああ <laughs> まあ 100m なんてそんなもんだよ 200m に飛ばなくてよかったって思ってる <laughs> ああコーナーからスタートって意外ときついんだよあれ確かになんか加速しづらそうだよね減速する俺危ない <laughs> <laughs> はいえっとなんだっけ前半戦,前半戦もう残り1分ぐらい早いね早いねなんか喉痛いんだけど <laughs> 大丈夫か ちょっと休憩の合間くらいに外に行ってなんか飲み物買ってこようかなって思うけどああそうするとな金がなくなってて <laughs> <laughs> どうしましょうどうするまあいいや <laughs> カラオケまで我慢かそうそうそうあっち行ったら飲み放題だから<あ>ちょっとあの紅茶でも飲んで喉を潤しながら頑張るよ <laughs> 頑張ってあのマイクの、ね、音声を切り替えてあまたギャル <laughs> ギャル あの違和感のないギャル声でやったんやんよっていう <laughs> <laughs> さあミュージックタウンのあれってロシアンた,たこ焼きあるかなわかんないわかんない、うん、俺あっちで物を注文したことがないああまず注文しないから俺 <laughs> 確かに俺もあっちで一回注文したぐらいかななんか最近辛いのにハマってて あれあなたは M さんですかいやあの最近あの子は辛いのよこせ辛いのよこせってあの演劇の大会の時言ってたから辛子分けてあげたけど <laughs> <laughs> はいじゃあ続きは中盤戦でそうだねちょっと喉癒すわ <laughs> <laughs> はいじゃあまた続きを見てね中盤戦で <laughs> あ, <ー S 2> ああ腰が痛い喉が痛い <laughs> <laughs> いつも思うけどこの iPhone は何につながっているんだろうと <laughs> これ何だったかなもともとはこっちに置いてあったあの u s ス r e a m とか追ェするス用のカメラだったわけよああ、うん、今これがあるからもう機材結構揃ってきてるから、うん、多分これ使ってないんじゃないかなああほとんど予備かな機材機材のおそらく予備だと思われる この iPhone 使ってたとき、下のフレーム3日で終わったからな。<laughs> <laughs> この辺のフレームを3日ぐらいでへし曲げた。うんまだいいよ。あの俺、友人からもらった iPhone あったんだけど、初期型。あ、うん、ちょっと重めのなやつ、うん、ちょうどいい重さだったわけよ落とすさ、うん、終われない。おう ただ電源が落ちる <laughs> 俺の落としても画面はありなかったんだよただ縦に落ちてそこが岩場岩場っていうか下がコンクリで結構荒いとこだったわけねうん俺もそんなんだったいい石とかたくさん落ちてるようなで落ちてカバーつけてたんだけどそのカバーの間に石が入り込んでガッてあスピーカーのとことか傷ついてたあー まさか3勝手3日目で落とすのは思ってなかったはい始まりましたそれ聞こえてるのかいや多分聞こえてないかな <laughs> <laughs> はい中盤戦でーす引き続きちょっとグダグダなトークをねやっていこうかなだね <laughs> 喉が痛いからね今うん あと15分ぐらいであと1人来るやったー全部そいつに任せよう,う来たら全部任せちゃるきっと多分おそらく来るであろうおそらく多分きっと何々だろうはフラグだからやめてもっともう20%ぐらいまで落ちるよねいやもう確率が1%にまで落ちちゃう <laughs> ねというバカな話をしつつこのラジオは続いていきますとはいえーっとなんだっけ 何話したっけわかんないなんだろううーんなあこんな陸上だこんな陸上あれだったねあの 100m 走とか砲丸投げの後だっけ何が舞台降り霊わあうんそうだねで俺らがその舞台降まあワンコは出てなかったけどうんやったんだけどなぜかいつの間にか俺がアンカーになっていてます ああ安価で走ってたねねあのー、あのねこう自分の私物を持つとなると、うん、扱いが雑いになってくるんですよあああの途中で俺、ね、あの演劇部ならではのバトンは何でしょうって言われたら刀ってしか答えられないのねああ確かに刀が代表的なあれだよねもう,もうしょうがないじゃないあのうちのある小物っつって、あのー、なんかよくわからないもずく先輩とかを振り回していくのかって言っても別にあああのズラ ずらももっと走ってななんかインパクトないよねあのポンポンにしか見えないっていう <laughs> チラブかよっていうお前らはチラブか違う演劇部だ <laughs> <laughs> チラブ未来国家にないよねさすがにない,ないよないよあんなんあったらダメ <laughs> あっても部員ないよねあの男子しかいないと思うただの応援団応援団 <laughs> あの野球部とかの試合とかにい,い,いそうだよね <laughs> いるんじゃないあ学ラン履いて <laughs> そう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  未来効果か、ブレザーだけどいいんじゃないでもあると思うよ、俺は <laughs> あるかなてか、あってもおかしくないんじゃないかな <laughs> うん。<laughs> ああ、喉が痛いよ。そういえばさ、ああ驚いたことがあってですね、はい、昨日いつの間にかあの帰ったら寝てて、1>, うん、1時ぐらいに終わったじゃん。1時、3時 自体は4時4時に終わってじゃあ5時くらいか、うん、に家帰って寝てたんだけどああてか寝てたっつうか普通にあのうちのディスクトップ先輩がちょっとよくわからない故障状態に陥って、うん、ああうちのとっつぁんが直すまではとっつぁんがあのいつの間にね 1週間ぐらいお前ちょっと様子見とけって言われたノート PC さんで YouTube 見てたわけですよゆっくり実況うんあのアニージャオトジャの実況とかを見つつゴロッとしてたらいつの間にかすやーしてたわけですねふっとパッチリ起きますはい目の前に何があったと思うドクペうん白の顔怖えビビってよあれこうこう寝てて 起きたらあそっか俺寝てたのかってこう光であるんだけどなんかここら辺が黒いのよ、うん、こう自分から見てこうちょうど PC の、うん、こう3分の1くらいの部分がちょっと黒くなってるのね、うん、何かなと思って目凝らしてあ見えてきたあ白だって <laughs> <laughs> 起きた目の前に人が寝ている怖いよこれ意外と <laughs> なんかあのしかもだよあのー まだ明るい時にせやしちゃってるから、うん、暗いのよ電気ついてないからあ,あ,あれはね心臓にちょっと来たよあのアニメとかにありそうな展開だよねそれ実際あるから困る <laughs> <laughs> まさかリアルでそれを体験する人がいるなんて思ってなかったいや俺も思ってなかったまさかね <laughs> 来るとは思ってなかった <laughs> あのそれ聞いて最近ある先生が 未来設計の話してる時に、うん、女の子は空から降ってこないよって話を思い出した <laughs> <laughs> 目覚めたら目の前にいることあるんだね <laughs> まああるんじゃないかなねあの白瀬都会で帰ってくると暇だからってこっち寄ってくるけど、うんね、いたずらの意思なのかもねまあ,あいずらねあのそのなんだろうね白もちょっと喉やられてたからってあ,あ 内陸上の時に余っったアアクエリアスってやつだから、うん、<laughs> 無言のグッジョブ。無言、基本。ああ。はい。<laughs> それとちょうどば、道が混んでるらしく2時半に来れないかもって。いや、わからんぞ、これは意外と。うん。ギノワンの方が混んでるんじゃないかな。うん、この直線、ギノワンだし。まあ、マジで。 ひたすら直線いったらギノワンにつくへえ地名言われてもわかんないから直線いったらえっとハンビ知らんえっと来週行くあのんだクラス会の場所ラウンドワンラウンドワンあれこっちからだっけつくんじゃんギノワンしだしてあれつくつく直線ではつかないけどつくつくな俺は行くかわかんないけど俺も行くかわかんない 来週だろ金ねえよ、俺。金はあるけど、行くのがめんどくせえ。おそらく金がない。まあ、あの、普通に家帰って残だ、残額を、あの、キュッポンってして確認しないといけないから、俺は。ああ全部小銭だけど。一 1>, <あ>1円と5円しかないけどね、今。クラス帰った記憶が1回しかないんだ、俺。中1の時に誘われて、行く気なかったけど、 友達が来てクラスカ行こうぜって言われて引きずられてった。俺はなかったな、クラスカ行った覚えは。1>, ああ1年の時もなし、2年の時もなし、3年の時もなし、あ、これ中学の時ね。うん、別にわけよ、クラスカなくて。うん、あの当時あんま楽しくなかったから中学はして。ああで、高校に入り、うん、で、なんだっけな。 うん、まあちょくちょく楽しいわけですねはいで1年のやつもあのなんか焼き肉食うっつってたじゃんうん言ってたねあれ,あれ俺は別に食いたくねえからいいかなっつってふふ、うん <laughs> ってしながら家でゴロっててました <laughs> そんな話をしてさなかさなかさなかはいさなかはい長女が来たはい昔懐かしのレギュラー戦レギュラー,レギュラー初期ですね はいマイクを、はい、今までは入ってなかったのうん入れてないてなひでー入れてなかったのねうんあのだって来てから入れるもんでしょ普通あ,あ,あの、ずっと入れてたらワンコの声をそこでも拾っちゃうから、ね、<laughs> バカでけ <laughs> まあいいんじゃないでしょうかはい、はい、というわけで今回 今回というかね、今からは、えー、長女も入れて、三人でお送りしたいと思います。<ー>はい。<laughs> あの、ちょっと喉の痛い私です。なんで。わかんない。えー、<laughs> 何したのよ。あの、なん、なんかね、今日朝起きて、おき、うん、あの、風呂入ったまではいいんだ。はい。そっから、暑くて暑くてね、ずっと半袖と半ズボンで過ごしてた。<laughs> 風邪ひいたのかな。うん。ただ、熱っぽくもなく、関節が痛いわけでもなく。ただ、喉が痛い。 だだくもないんだよかんあのちょっと筋肉痛してるくらいだから筋肉痛昨日の昨日のせいかな昨日のせいだよ昨日,昨日のせいだよ <laughs> んかさあれだよ本当にあのまあ国内陸上の話戻るけど戻る、うんだよねあのスタートダッシュしにくいプラス加速しにくいあのレーンであの速度維持するのってかなり難しいからね俺ああこっち でだからあの1 0 0ル走ねあ百1 0 0ル走じゃないかなうんやって加速するの難しい、うん、でも減速は無理っつった時に、うん、ちょうどねあのこうずっと「はあ」ってやりながら走ってたけど背中ピーン「ワイハンターだ」ってやってたらあの隣にパッと見たら3人くらいが前にいんだよ、うん、<laughs> 4人目もちょっとあの追い越すか追い越されるかぐらいの距離いるのね そんな感じだったただ、うん、あのその時からかなあの背筋を使ってたの、ね、意外に辛いよい <laughs> 背中だからね今日はね不思議だっただ起きたら背筋が痛い <laughs> 昨日は筋肉痛せて走るのも投げるのも辛かった一 <laughs> 人だけ4キロで練習一人だけ青いの6キロでもやってたよ六キロでもやってた 体育のサッカーで筋肉痛になって、うん、昨日の校内陸上ですげえ痛かった俺はあのー、先週の体育、えー、左のももにいつの間にか爆弾が増え <laughs> いつつるかいつ筋肉痛するかつるかもからない状態で <laughs>、うん、昨日の校内陸上に行ったあ,あ別に釣りもしねえし筋肉痛にもなんねえななんだろうこれって思いながら舞台校も走ってた <laughs> <laughs> あああれなんか隣にいたメンバーがびっくりしてたよ「ここで固定したまま走ってるあいつ」って。 どれだ栗から腰から上ずっとピンってしてるないっつって話してたよいやあのねん待ってよえ俺基本的にあれだよ刀持って持ってるのはいいよ邪魔だからってここに全部移動させてたよ後ろああそうだっけうん俺は後ろにこうてで他の男がなんか刀振り回しながら走ってたのは覚えてるえー 危ない危ない危ない <laughs> あのまあ最後の,あの自転車部あたりがあの乗って走行してたのは分かりま最下りだよねさすがあれを持って走るのはきついよね持って走ってたって走っよい、うん、持って走ってたりあの押して走ってたりあのコーナー回るときに、うん、あの持ってた人は速かった、うん、最初の人結構遅かったけど途中から乗ったよねでもねうん結局ちょうど俺がゴールした後にシャーってくるもん ゴールして反対側ぐらいで止まった。ああ、笑っちゃったあれ。マジかよ。普通に乗って走ればいいのに。だったら俺、抜けばよかったなって思ってあれ。抜いて収めるまでが一発ゲーだからあれ。ああ。いや、でも抜いちゃダメだと思うあれ。うん。ダメです。周りに人がいない、再開ならまだしも。ダメです。しょうがないね。うん。 あの次やる、次あればだけどね。来年。うん。あのー、一応体育祭じゃんある。うん。だから舞台校があるのかないのかっていうのね。あ、体育祭でってことうん。体育祭であるかな,あるかなまあ、おそらくないだろうけど。ないと思うよ。校内陸上の方であるんじゃないまあ、体育祭に何があるかわかんないんだけどね。うん、知らない。体育祭できることなら行きたくない。おい。参加しないと単位ないぞ。ないぞ。あ、ないのないの <laughs> おそらく。 休み扱いになるからね結席つくだけでねえの一日それでもだよまあ単位なくなるんじゃない体育の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 単位あれ1位授業だからあの週に2回で2位じゃんその分の1個落ちるんじゃないっていうもしかしたら欲しゅければ大丈夫だおいおい補習ってお前周りを走るだけだぞあれ それか他他ののの体育の他のやつででカバーできるああまあねなぜか中学の時体育の成績見るじゃん参加、うん、3か2やって、うん、俺ほとんど体育出てないわけ、うん、内ちけ見たら、うん、興味関心とかあれが全部 C で、うん、技,技能だけ A だった<う> <laughs> まあな出たんサッカーぐらいしかないんだけどね俺、うん、それでもじゃない サッカーーで敵チームをいらつかして遊んでた <laughs> 遊んでただとあ攻めてくるフォワードいるじゃん、うん、そいつをからボールを奪って敵にパスしてまた攻めて <laughs> スして <laughs> なんでや味方じゃないのか味方のフォワードがふざけた位置いるわけ <laughs> 敵に囲まれてるようん ヘイパースがいってパス求めるわけ、うん、パスしなかったら怒るわけこいつだからあえて敵にだからあえてそ,そいつ狙って敵にパス <laughs> 目の前の敵に<う>わざとで攻められてきてそれを奪うっていうのを遊んでて、うん、たまに失敗してシュート決められたら、うん、自分のキーパーが怒って、うん、もうこととか言って、うん、ボール蹴ってもうあえてウォールが突っ張って <laughs> キーパーあまあキーパー攻めちゃいけないなんてルールはないからねうっ、ん、ちは。 でに当然途中でボール奪われて攻められるわけですよ、うんはい、でキーパーは戻ってこず、えー、<laughs> あ俺が奪うるしかないのかと思ってずっと通さないように頑張ってたわけ、うん、でキーパーがやっと戻ってきた頃にやっと奪えるみたいなので頑張ってたうん中学の時の体育は普通に参加にしかないんだけど 体力ないってて言われるから実際体力ないのよつかなかったのよ中学の時はずっとぐうたらしてたしでもだよあの保険体育は4だったああ普通に知識は4だった知識は保険体育はねな技能とか関係ないからね意外とあれ難しいよ保険体育意外と難しいよねそう 単語の意味が分かれば簡ったんじゃん単語の意味が分かれば。っていうか、うん、あの単語の意味っていうか今だったらあの普通に選択問題とかの語群があるんだけど、うん、俺らの中学全部あの語句を書けだから、うん、かああ面倒くせえだったからあとはあの数字選べとかで、うん、あのこれの意味は何かってこの長文を読まされるあ<ー>。嫌だな,やだなそれで、えーやりま、あの3年間あ うん、やってたんだけど意外にいい成績取れる保健体育ああ他はダメだったな理,あの理科とかも意外とできてたけど面、うん,めんどくさかったねうん計算問題中、うん、2の,あの夏頃から塾入ったんだけどそっから一気に点数が良くなったよ、うん、塾入ると点数上がるよねそれで先生に失礼なこと言われた俺なんで あの席次が大体たい1 0 0ぐらいだったわけ110とかい大体真ん中ぐらい200人ぐらいでああ真ん中、ね、で軸入って手術受けて、うん、一気に47ぐらいまで上がったわけお<ー>そしたら英語の先生が俺のところに来て「うん、ユキこんな頭良かったん、ね、で失礼だけど」って <laughs> <laughs> 失礼先生失礼な先生だった先生失礼すぎる怖いはいツイキャス更新したはーい まあ誰も見てないだろうけどね、今回のつきやもうん、最後一人だった<う>多分こっちかな<う> <laughs> あはあはあ最後一人だったな二、うん、人表記だったのこれ、うんれう途中で4人いたよマジであ二<あ>人に増えた昼あたりには一人に減ってるけどねうん <laughs> まあまあまあいいんじゃないかな中学校の時はオールさんで卒業したオールさん 中学校は3段階だからマジで5段階じゃね五5段階だっけ俺らは5段階評価俺らも5段階小学校かなじゃあ小学校は小学校はあの3段階で良い悪いで普通だったよあれああじゃあ小学校の時だ確か3って数えるほどしかなかったのかなじゃあ中学校のやつなんか4が目立ってた気がする赤字 えっと、うん、塾入ってから、うん、から最終の席次33位だった <laughs> 俺最終の席次学年末で何位だったかな68ぐらいあちゃ54か十六だそんなもんか56あの最初やった時は59だったんだよ であの2学期の期末試験で59番目、うんえー、行かない時は行かなかった時は全、まあ、校生徒じゃなくて普通にこの1学年単位の席次だったから、うん、そこそこそこ大体そんなもんじゃん学年単位うん、うん、ただあのー、あれだよ頭いいやつらと悪いやつらの差が激しすぎるからさ、うん、あ俺らの学校、うん、俺らのとこもそうだった あのなんか頭いいやつでも性格悪いのがあの普通にちらほらいるから頭よくて性格悪いとか嫌だわ最悪じゃねえか普通でこれ <laughs> 普通でこれお三3人に増えたおまあまあまあそんなことは気にせず気にしないんだ、はい、逆に正々を切っても頭悪い人もいるよねそうそうそうあの提出物とかそこら辺で頑張ってるからいいんじゃないあ勉強真面目にして手と勉強もちゃんとやってるのに センスがが悪いいいっって人がいるって人る聞いた単によりは悪いだけじゃないかなそれなすげえ真面目って聞いたけどねまあでもいいんじゃないあの単にあのこの選択範囲の中で勉強してるんだけどその範囲範囲外からテスト来たんじゃないかな<あ>じゃあ範囲内じゃね俺らの中学の場合範囲外のものが一気に増える時があるわけようんえいつらい <laughs> つらっほかの,のクラスと全部合わせて テスト作るから、うん、中学の時。うここまでだ。終わったぜ。理解したぜ。え？十ページ増えんの？マジで。辛い。<laughs> これテスト四日前な。辛い。マジかよ先生。<laughs> っていうね。よかったよこれ。そもそもテスト勉強しなかった俺には関係ないけどね。いや。 あの塾入っても授業聞かなかなった俺なんで塾入ったらあのちょくちょく先生に「お前はこの日来なくていいよ」って言われたわけあるよ <laughs> なんでいやあの普通に成績自体はあのやればできるこの本当の人だから俺は、はあ、ただあの身につけるまでに時間かかるちょっとだけなるほど理解するのに15問くらいかかるんだけどね15問くらいとりあえず繰り返しやってたら数学なんて理解できる人だから数学は ねえもうあいつと一緒友達になれる気がしない俺も <laughs> 分かり合える気が<の>しないよあ,、ね、あいつあ、ね、俺あいつを友達だと思ってないからな <laughs> とりあえず理解できるやつだと思ってるよ <laughs> 理解もできねえ俺無理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 ちょあのさあれは<今>あのとりあえずやる,でやるだけやるあの同じ問題で数字を変えるだけだからあれ <laughs> それでも今数学の成績がやばいんだ俺あ俺もやばいよとりあえずあの上径の教科書取りに行かねばと思ってるば。 あ、大丈夫。二神法ってか、けわかんねえよ。二進法はね、やっと理解できたから、俺<の>。俺も二進数は理解できた。あの、先輩に教えてもらって。二進法な、法。法。まあ、同じだろあの今やってる N 進法の三進とか五進とかのあれも、とりあえず理解できた。うん。俺も理解できてる。直すのは。あの、直して十進法にもできるよ。うん。 受信法とかに直すのとかはできるけど逆がめんどくさいやだか,かけ算とかそういうのがめんどくさい <laughs> かけ算は楽だよあれどうやってあんのあれあの二進法だったらあの1と0だから二進数で0101かけ101なんてあの普通にあの1の位10の位100の位っていう考えのしかたで、えーいはい、1の位が1じゃあ1かける101だから101って書こう以上ああ で、その次0。0は何かけても0だから飛ばす。うん、で、あの、これ1のくらいじゃな十10のくらいだから、1のくらいを開けてさあこ、さ、ここに普通書くから。はい、次100のくらい。はい、1ですね。101だね。100のくらいから。ああっていうふうにやるんだよね。ち簡単。あとは足していけばいい。ああうん、数学、次のテストで赤点取ったら単位落とすんだ、俺。うん、俺特に単位落としいわ。うん、ギリギリかな。<laughs> 今、数学の。 あの4月から今までのテスト4回やったじゃん、うん、の平均が38ギリギリだ。ギリギリ俺多分まず20もないと思うよ俺 <laughs> あの最初に60点取ってたからそれでまだ生きてる一、うん、回89点取ったよ <laughs> 俺何点取ったか覚えてないけど回だけ回だけ, 1> 1回だけまあそんなことはさておきとりあえずね時間をしてるから <laughs> はい楽 <laughs>、はい、しみにいきますちょっと喉も休めたい <laughs> <laughs> ああ、どのゲートよ。次、普通の点数や取らないとやばい。とりあえず、ひたすら美術だけは3年間5だった。<laughs> 中学校の時。<laughs> 美術 ?2。に俺もに2 <laughs>。中学の時の美術の先生が、話すなって。ああ、んか言ってたね。グループ学習なのに、話すなって。つらい。いやいや、おかしいおかしい先生、おかしいおかしいって言った。 いやそうでもしないとあの俺らのクラスは成り立たなかったマジかっていうかあのうるさいやつらが多いわけよあとめんどくさいやつ、うん、<laughs> 本んにさめんどくさいやつはめんどくさだっためんどくさすぎて相手にしたくない <laughs> いやーあれだったわ中学ほんと楽しくなかったわ俺もだ <laughs> 1年の時は楽しいかなって思ったわけよ 2年になって無理ってなってた <laughs> なんかもう中2で悟りを開き始めたんですよ。<laughs> それぐらいだった、うん、あの中1の時は小学校の延長みたいなもんかなと思っててそれなったらもうやだ卒業したいと思ってた <laughs> それなで中2の時 明日クラス会やるから絶対来てよって直接言われたわけ <laughs> その日のうちに金全部使って普通に遊んでた一人で <laughs> ええー、あの散歩行ったりっっあのあしからそいつに言わなくてうんって言ってないからいいかなと思って <laughs> 聞いてない聞いてない僕聞いてないよ鉄郎いやあの明日クラス会やるから絶対来てねああ で全員出席目指してるからお願いよあずっとあいしか言なかったもん <laughs> さあ始まりましたよ後半戦後半戦続きましたよ後半戦のなんかちょっとね最近口内炎が痛くてつらいんですよ <laughs> <laughs> 口内炎 <laughs> 口内炎 <laughs> あの CM かな割とガチで今痛いんす <laughs> <laughs> あの物がまともに食えない <laughs> マジか あたとえあったかい味噌汁であろうとしみる痛い <laughs> それぐらいなんだよこないなったことないなはいというわけで<え>、えー、メールアドレスを読みたいと思います、はい、761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でーすねどんどん来てねねね,ねどんどん来てね,ねツイキャスでもいいよツイキャスでもいいよあのなんかふ なんかさ 2>,、うん、あの2人計11人であるんだけどこれ何なんだろうだいぶチラッと覗きに来ただけの人とかかなチラッと見た人が11人ぐらいでその中の2人がまだ残ってるって感じじゃないか何なんでしょうにしてもスタンプの数とか多いよねスタンプ他の番組の <laughs> あ<ー>これお<う>ちょっとこれはって思えるものが多いよねお茶が。 お茶とか拍手とか多いよねうんあのこの画面に映ってるやつがスタンプそれともこの画面の下の拍手とかのやつあこれ,あこ,れこれねスタンプ多いななんだろうえミキサーの方の画面見たら、うん、この辺にスタンプが貼られてたウェクマとウサギとウサギがいるよお一人だ一人あ、うん、減った <laughs> ゾロ目だーわーい どめ。いちいちいち。1 1なるほど、数字が一しかねえ。<laughs> 恐ろしいな。あ、お、おびくしょう。うん。あ<ん>。ああ。うん<ー>、こっちへ更新したのか。うん。いや、あの、ここのね。閲覧がいなくなったら消えるっぽいね。ね消えたんだよ。数が。<laughs> <laughs> いやね、あの、ずーっとさ。あのー。 つけてたからそろそろあの更新しないとなって再度読み込んだらなんかんって言い始めたから一回消えたんですあのちゃんとスタンプも消えたよスタンプは消えてるちゃんとスタンプも消えたよ画面のそかここなら残ってる下のタスクバーみたいなタスクバーじゃないななんだろうこれメニューバーメニューバーわ。メニューバー左だこうやメニューバー上じゃねえのこれ このサイトからしてメニューは上じゃねえのこれなんかどれだろうなんて言えばいいのこのマックの下にある台みたいなやつ台台これ台じゃねえあ何このあの Firefox とかサファリとかあるやつサファリとかああいうの置いてあるとここれタスクバーじゃねえこれタスクバーでいいのかタスクバーかこれウィンドウズでいうタスクバーでしょこれうんそうかえっあっウィンドでやってるあるじゃないの それはデスクトップ画面だそれただのデスクトップやデスクトップじゃないのこれええ普通にお前らこれあのちょっと最小化してみろデスクトップ現れるトップはこれだぞこっちの方だ。ちゃんと現れるぞ俺がやってるのこっちの方だあれもこれあ俺もこれんだと思ったけどうんこれは何て言うんだったかわかんない とアイコン。アイコン、うん、アイコン。あの、ちょっとあの、矢印から手に変わるから。あアイコンでいいんじゃないアイコンでいいのかなクリックしたら、ど、なんかんのかなやってみーかい。やっていいのかな分かんないから触らない方がいいかも。っていうね、あの、この、よく分からないものに手を出さないという。出しづらいっていうね。いや、パソコン系怖いですからね。あすげえ。何が ?FM 小ザのアカウントがレベル41。強い。強い。 つえ意外に強いよこれ強いのかわかんないけども、うん。<laughs> いや、意外と強いよ、レベル41。サインですか。はい、というわけで、私の口内炎が痛いというね。はい、<laughs> 刺激物与えてみようぜ。いや、あのね、刺激物じゃなくて、普通に板チョコでも反応するからこれの。<あ>え刺激物なんか口内炎。 CM で見たらペペロンチーノとか痛そうだなって思った食べたことないけど <laughs> 物理でもいいと思うよ物理針とか針 <laughs> は誰だなあの日暮しのおはぎおはぎおはぎだっけ日暮しの知らない な団子みたいなやつの中に針,、うん、針が入ってるみたいな確しかあれなんだっけレナが作ってきたあのおばあちゃんに習ったおまぎ、うん、それあのおばあちゃんの作ったのとレナが作ったのと当てたらいいことあるよって言われてあの主人公パ、うん、あのもらった後あの開けます」「あはレナこれだな」「く針が口の中かんつ」でも本当はなんだっけあれなんか辛いの書いてたんだっけ、うん あの本当は針じゃなくて他の針じゃなかったっけいや針針だっけあ日暮らしは針疑心ん鬼で本当は別のとかじゃなかったっけえマジそうだっけだかそんな感じだった気がするうんいやまああの普通に実写劇場版だとかな、あのガチリ貫通してるからなああだったね怖い怖い怖い痛いよあれちょ痛いよなんか日暮らしのオープニングからしてなんかグロかったよねなんかもう聞くだけで怖いわ日暮らしはねあの全部見終わった後が面白いあれ あの途中で日暮らしのラクコころにがパロディーになってたりギャグになってたりなんか日暮らし見てると面白いよねねなんか123ぐらいがまともな日暮らしやってるなと思ったら、うん、あの4回目くらいでバカなことし始めるっていう <laughs> あのソウルブラザーズとか面白いよねねあれだあのコープスパーティーゲームやっててあの普通にホラーとかグロとかの,この通常のコープスパーティーをやって あとにあのみ、ー、ち子をやると癒されるっていう不思議ね <laughs> あれかあのホラーゲームから一転ギャルゲーに変わるギャルゲーに変わるんかホラーゲームのやつで、うん、ギャルゲーっぽくなるのがあるわけよ、うん、最初あのホラーな雰囲気からして、うん、一転してあのギャルゲーっぽくなるコープスパーティー子さちこだ,だっけあれ幸,<子>あ幸せな幸子さんか あれは意外とあの超超っていうぐらいかな普通はこういうなんかホラー系のあれなんだよはいはいはいそれがなんかいけないラブコメシを放つあれになる意味がわからないよねあれはねサチコって出てるあのコープスパーティー自体がねグロいからねほらあのー、ホラー系でやるような服装じゃないよねこれ、うん ななんぞなんでホラゲでメイド服が出てくるのかわかんないけどそれなあなんかあそうそうあの幸子の恋愛遊戯だわー何これボボンポ<な>ボボンボボン<ん>ちょっと戻った。本当コープス面白いよね。ね。見てよこの一番新しいやつ。 昨日体れだったのこれコープスはね昨日ねあのゆっくり実況見ててねホラーがホラーじゃなかった <laughs> <laughs> ホラーうんホラーがコメディに変わってた <laughs> これがコメディのやつかコメディラブコメって書いてあるからコメディなんでしょうねホラーじゃないのが不思議だったねあれはねホラーじゃないのかいあのブラッドドライブとかはホラーだよもうまあね ホラっーうーかあれはただの「ののャッハーだから <laughs> あの世界が滅亡しかけるっていうああ彷は消毒だって言いながらね突っ込むとあの尖れたピアノ線の中に突っ込むっていうそんなものをあのね彷彿とさせるくらいだからね怖っ、うん「コラ」はあんまりやらないのでね ホラーゲーやるやんないやんないのやんないの嘘、うん、やだ。意外に面白いよ。えー、あのバイオとか。ああ。あれも一応サバイバルホラーっつけど、一番怖いのって4、あの4までなのよね。ああ怖いの。5からは、ただのアクションになってるわけ。6、サバイバルホラーに戻ったなと思ったら、ホラーだけど、ただの。いや、普通にあんまり怖くないの。う <laughs> ん 普通にパズル系とかでいいよあパズル系ほらあの組み立てるとだんだんと怖い顔に仕上がっていくっていうホラーじゃないってばホラーじゃないの安らかとかえ安らか何それあのんていうの死後の病院みたいな世界観なんだけどうんいいかな面白いよストーリーがうんいいかなやめて差し上げるあれはあの俺からしてクソゲーだからとってもクソゲーんかさつまんねえのよ なストーリーはなんか面白いよ、うん、俺からしたらお俺からして当時の俺だったらあのつまんねえなこれと思いながらプレイしてたよあの元部長とかああ<ー>元マスクの先輩とか元ではないかもしれないけど元マスクの先輩ってやあのお前の俺師匠か <laughs> よく <laughs> 俺がよく間違われてる人師匠やああああはい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 ,はい、はい、とかもなんか好きらしいよ 安らかあーたまにタイムラインで見たねうん最初の頃最初の頃最初の頃 <laughs> 最近最近は何か、うん、4月ぐらいかなあだけど4月5月ぐらい初期初期っていうか最初あたりあ安らかの画像載せたら高確率でその2人の先輩がコメントしてくる、うん、おうそうですか うん、いいかな <laughs>、ね、ホラーはそんな興味ないかない<や> <laughs> ホラーではないよいやどっちにしろだわな,なんていうかよく表現できないものい今持ってるので十分です <laughs> 携帯に入ってるので十分うんじゃあ封鎖病棟とかどうかな <laughs> 封鎖病棟あのホラーじゃないかいやあのね DS 版のホラーのやつなんだけどあれ閉鎖病棟だったわけさ、うん、なんかそれと一字違いで封鎖病棟ってやるわけようん ななんんかホ,ホラーにしちゃ怖くないのよね、うん、やってるとあの淡々としたただの脱出ゲームみたいになってるのよ、ねうん、なんかそれにホラー要素加わってんだけど別段怖くねえのよね謎解きが多すぎる、うん、大変なやつだ脱出ゲームは好きだけど、あのー、あれだったなんだっけなんかこう最初のところで病院に入るんだけど廃病院になってて飛び出し閉まってんのねうん ただ病院閉まってんだけどなんか隣にある建物、まああの小屋なんだけど、うん、そこからなんかつながってるみたいで、うん、そこからなんか始まるのねああよくわかんないいつの間にか始まった <laughs> 気がついたら始まっていたいいそうそうそうなんか気がついたら始まっててあれ何すんのって思ってタップしてたけたらマッチを拾いましたっつってマッチあ動けるのねこれっていう <laughs> <laughs> あそこなの <laughs> そこで気づいたうんなんかムービーシーンとかじゃなくて 会話シーンでもなくただ淡々と独り言がさあの多かったからなんかしんこう、ね、つまんなそうな目しながらこうタップし続けたらマッチを拾いました「はい」って <laughs> <laughs> びっくりしてるマッ,マッチ拾って何したの結局なんかマッチマッチ拾って、うん、箱なんだけどあああのその箱の裏に、うん、なんかいろんなの書いてあるんだけど別段なん,な,なんかただのマッチああそうかただのマッチだったああ 何か燃やさなかったけど。燃やさなかった。なんか移動したら持ってるもの全部消えたけどね。マッチの使い。道は。ただのアイテムなんじゃないかな。うん。ただこれ、いろんなことできるらしいから。やってみたらビオットでも実況のやつはあれだよ魔女の家とか見てた。魔女の家イブやりますから。イブ。ああ、あれか。いいっす、いいっ あれはだよメアリーをめでるやつメアリーあのイブ最強だからあれ最性ですかメアリーって誰だっけあのなんか主人公じゃない絵か,絵から出てきた女の子あ,あれかで途中からなんかギ,ャリー、ね、ギャリーたちと出会うんだけどギャリーさんあ,あれかあのギャリー過去男なのか分かんないっていうオカマキャラらしいね、うん、お姉キャラって言えばいいのかな、うんうん、あだからあれギャリー男だよねお前なんかえマ、ま、マカロン <laughs> マカロン っていうねあのこうイブと一緒に外出れたら一緒にあの美味しいマカロンの店行ってマカロン食べようぜっていう話になっててうんなってたねねそっからだよふさいですか分かったよあれ見ててイブは黒猫の実況見てたあ猫マグロの実況見てた猫 <laughs> <laughs> マグロ猫マグロってあってあのニコニコ動画のゆっくり実況をやってる人なんだけどこれがまたね お独特な挨拶の仕方するのよ。ああ全く関係のない名乗り方。うん <laughs>、ねえー。どうもヘッドホン、マイクですっていうね。こんな感じの、とりあえず単語を並べただけっていう。ああそんな感じのやつもあったんだけどね。意外と面白かったよ。さあ、そろそろ5分だ。そうですね、5分ですね。ラスト5分ぐらいかな。はい、もうエンディングを流すよ。<laughs> 流した。なんせ、この曲5分16秒あるからね。うん。おう はいというわけでエンディングでーす。ね3人しかいないのに5分から始めるエンディング、うん、<laughs> いいんじゃないかと私はちょっと思ってきた <laughs> 一人で何秒飛ぶ好きなんだろうね。まあ、この雑談で1一分くらいは潰れるんじゃないかって期待してるよ俺は。<laughs> 期待っねえ、終わるところ知らないから基本あのラジオやってる意味はって聞かれたら話すって誰 <laughs> 話す。<laughs> とりあえず楽しめばいいんじゃないっていううんまあ毎度のごとくグダグダ,グダグダですけどねまあね、うん、しょうがないよだって人いないんだもん基本今のところ <laughs> 確かにだって青は今大会でしょ<会>けどああで白は沖川のチャージでしょ、うん、ラナさんに関しては昨日行ける行けるっつってて今日行けないって言われてるから <laughs> 何があったんだろうね何か,か急ぎのようでもできたのかなああかなねおそらく彼女に何があったのかその真相を知る者はいない 本人とその関係さ。ね、感想言い合おうかな、そろそろ。はい。じゃあ誰から言いましょう誰から言う先手必勝。はい。どうぞ、ジョジョ。うん、お久しぶりでした。楽しかったですよ。はい。うん。おっとっと、危ない危ない。何が何が。いや、普通にさ、音量ちっちゃくすればいいものを、ジョジョのマイクだけ吸ってあげちゃった。そう、なんかびっくりした。音量上がったからさ。 めっちゃ自分の声聞こえてきたからびっくりしたよマイク消そうとしたのかと思ったびっくりしたって言ってたからああしゃべってるのにいやいや前回のハント先輩じゃないんだからああそんなためらえなくすってやらないよああためれなくて誰のマイク消したんだええハント先輩えあお前がのののののああそこにいた人がそうそうクルリュー先輩がねここ座ってる時にはいハント先輩とりあえず楽しかったよってだけだからはい

こなみかんかこなみかっち入ると靴脱ぐだけですげえつらいけどね。なんで太もも筋肉痛でさ。靴脱ぐだけでも、なんか拷問並みに痛いんだ。体力ないやつめ、違うわ。体力関係ねえの体力じないわ。運動不足めだ。虚食だからだよ、筋肉痛なのに。私もあれなんだけどね。ただの運動不足ですよ。私もちょっと足痛いな今。運動しなさい。やだ。めんどくさい。筋肉なくなってんの忘れてて。 サッカー部に入ってたくときとほとんど変わらない動きしてたからだ。あ,あしょうがないね。さあ、えー、ラストだぞ。そうですね、うんえ。今回は喉が痛い、口内炎が痛い、背中が痛い、筋肉痛してる、ふっふの状態でえ挑んだわけで、<laughs> 意外とテンションが高いです。あ、全体的に痛いね、君。<laughs> うん、そうですよ。痛いあの。なんか知らないけど、左足の爆弾がえ筋肉痛に変わったくらいだから。<laughs> <下>あの、鶴か あの筋肉痛になるかわからないこの左ももの痛みがいつの間にか筋肉痛に変わるっていうこのうれしさねうれ嬉しかったのね <laughs> 筋肉痛ってわかるとまだ嬉しい方でよつ<ー>らな、うんだそうなんだ まあ意外と楽しかったんじゃないですかねぐだぐだしてたけどぐだぐだつかただの雑談だけど話してるうちにコーナーを忘れるっていうコーナーえ忘れてたのえっとねなんか曲流そうかなって考えてたんだけど話してるうちに忘れてって時間過ぎてたのねコーナーを忘れてしまうわいわい会話って恐ろしいな残り1分はいふうふうじゃねえよ意外に残ってんのな残るねえ まあ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 ねあのあれなんか計35人で増えてんだけどあでも一人しか聞いてねえ人しか残ってないけど多分それこれ人多分これだよ37人増, <laughs> 増えた増えた増えたでも終わるんだよね、まあ、もうもう終わりますよまあいいんじゃないかな、えー、今回の「未来公開ステーション」は私 MC の牧とワンコとチョでお送りしましたはーい,はーい また来週も聞いてくれると嬉しいな。チラチラ。多分私いないけどね。来いよ。やい来ないのこ <laughs> うん。うん、<laughs> まあね来週も聞いてんねっていう話だよ。ね、うん。ぐだるかもしれないけどちょっとラナさんいないつらいんだうちらは。はい中野町の和樹さんからコメントが来ています。<っ>ワンコお疲れ、はい。お疲れ様です。あ一人増えた。お